どうもエルザです。それではポケモンソードやっていきたいと思います。さあキルクスタウンですね、まあ、雪山の中にあるような町で、ここでもジムチャレンジですねをしていくという感じになります。温泉が良さそうだよね。気持ち良さそうだよね。で、ここのジムチャレンジ、ジムリーダーに関してなんですが、実際違うらしいね、ソードシールドでね。まあ、今回は、また僕も違うんでね、岩タイプ、格闘岩タイプ、岩か。で、ホップくんがここで、負けるんだよね。でここのジムチャレンジは面白いのがダウジングを使うっていうね、もうポケモン初代から愛用されたアイテムだけど、まあ、まさかこういう形で出るとはっていう感じだったね。まああとはなんだかんだ面倒かしたなーという印象。
さあ、無事勝ちました。まあ、印象的だったのがね、マクワに関しては、勝つとね、言葉遣いが変わるのよ。お見事でしたっていうね。渡しますとかね。面白いよね、このあたりがね。結構これで、マクワは結構好きなキャラですかね。
さあ続いてきたわけですが、マリーちゃんがね町案内してくれるんだけど、勝ったらということなんで喜んで戦おうかなとまあねちょっとね入れないように邪魔してたっていうのもあるんだけどね。じゃあちゃちゃっと倒してジムチャレンジしちゃいましょう。さあ、ネズさんとの戦闘ですね。ネズさんに関して言えば、唯一、巨大マックスを使わない。ていうか、巨大マックスが使えない場所。で、ジムチャレンジとか、ジムリーダーをしているっていうところなんでね、それもそれでまた面白いけどね。巨大マックスするのかなとかしないというね。まあ、ロックだよね。まあ、キャラに沿ったって感じかな。
さあ、キバナさんですね。ここのジムチャレンジャーは、まあ、ジムチャレンジャーか、ジムチャレンジ自体はもうバトルだけですね。ただダブルバトルという、ちょっと違う感じだね。で、キバナさんはね、その、なんだろうな、単純に僕は、見切りが辛かった。いやー、強いマップの影響がどうこうとかタイプとかじゃなくて、どちらかというと、その環境が変わることによって、とかね、あとは見切りか。ほんと見切りにやられたなーって、うまいことやられた感じでしたね。一番時間はかかったかもしれない。
ジムチャレンジ終わったという感じだったんだけど、まあちょっといろいろとね、ここに来てソニアが白衣をね、もらうということで、とうとう博士に女子から博士になると。ここのサブキャラたちもなんかね、変わっていくっていうのがすごく印象的だったね。さあこれで最後のところへ行くという感じで、まあ電車を使って次へ乗り継いでという感じです。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回、また次回ですね、お会いしましょう。ほんじゃあまただ。